アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、ロメロ・フランクです。明日いよいよ J2 リーグ、再開初戦、まあ、今の気持ちは、まあ、しっかりアウェーですけど、しっかり勝てるようにみんなで一番となって戦いたいと思います。甲府の印象は、まあ、守備が硬くて、あと前線の選手がすごい攻撃的なんで、そこを注意しながら90分で戦いたいと思います。試合はぜひダゾンで見守っていただけますようにお願いします。オンラインスタジアムも開催しますのに、こちらも楽しんでください。